にちは、池田しおりです。今日は、ゴム一本でできる少し凝ったポニーテールアレンジをやっていきます。テレワークの方も今多いと思いますので、ちょっと気分転換にヘアアレンジの練習をしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。くれ毛を出したい方は先に前髪と生え際を隠すように下ろしておきます。後頭部下あたりでゴムで一つに結びます。右側のゴムの横あたりに空洞を開けてくるりんぱします。横にギュッとして少しほぐします。ゴムを少し下にずらして、同じように反対側も空洞を開けてくるりんぱします。少しほぐします。ゴムを少し下にずらして、右側で空洞を開けてくるりんぱします。少しほぐします。ゴムをまた少し下に下ろし、左側で空洞を作りくるりんぱします。くるりんぱ部分をほぐします。皮紐を使います。ゴムの上に巻きつけていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。今日はくるりんぱしかやっていないんですけど、今日は崩したりとかもしてるんですけど、崩すのが苦手な方もくるりんぱだけでもおしゃれに見えてくれると思いますので、よかったら参考にしてみてください。さよなら。